私はブータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取。ブータイの本気を示すため遠方よりやってきた英雄アバランチュ、協力に感謝する。よろしくね。大丈夫？おーい。
ろ。あれを下ろさないと進めない感じ。よっ。よしよし、順調順調。
に慣れちゃったよ。いろいろ慣れちゃって都会に染まっていくんだね。私は大丈夫。ちゅうか誰もいない。君、この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？爆破の影響でモンスター体が噛んでるから。現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た。アバランチの仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユーヒ、ユー、あら、イエスモーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェン、ついてきな。お、待ってよ。アバランチってジージェン、なんで迎えに来ないの？ウノシューはみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも一案内はいるよ。っていうか、ウノシューって？ウノシューは君たちのこと、まあ暗号だ。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞ、こら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか。舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここださ、入って。ニュースを見る限り捕まったわけじゃない。クラウドさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。ジェシーのピザ楽しみ。ウェッジにあげな。ビリーボート、ポールコだ。そしてナヨ。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の死んだカンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチを強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のサノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中。毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユヒ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。
こんなざわざわした町で？無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアはシンラビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？シンラビルがどこにあるかは、そうね、ビリーボーに聞いてみて。ハンガー。それよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ？シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ああ。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。シンラビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、その辺りの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。それな、 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラを甘く見ちゃダメだよ。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほんで酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはあっても堕落だよ、あれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな、亀道楽。あ、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ？シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあシミュレーターするというか、仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでもめったに見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ？別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。
るなユフィ。さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ポルコが弱すぎるんじゃない？ああでも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。あーもう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった、あんまり遠くへは行かないようにね。協力者を選定中。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。ほう、なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。準備ができたらいつでもお声掛けください。カメ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 道楽。おや、お嬢さん、チラシを見つけてきてくれたのかな？チラシ？おやおや、カメ道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。お、ご存知ない？ない。ではご説明しましょう。カメ道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですが、マコールの事件がありまして、ウータイのことを快く思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へえ。いやー、まいったまいった。しかしこれは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな？こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだ、お嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか？実は私、コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。ただいま。おかえり、その、ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。お、な、何？父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁、五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の町で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいって最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。
恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私、いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて、亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノ、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。召喚獣との戦いに臨む準備ができましたか？データを解析した結果、召喚マテリアの生成に成功しました。ユフィさんのスピードはまさに雷。これからは雷帝ラムーと共に存分に暴れ回ってください。チラシはどこだ？ギリエちゃんとコンドルフォート。面白い格好してるね。買い物かい？
始まり始まり。ワン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 。僕の名前はスタンプ。今日は隊長の命令で夕食のパンを買いに行くんだ。町に飛び出したスタンプはパンのいい香りを目指してズン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 と進みます。ミルク。展望層のあの派手な人が好きなの。この列車が出た。あなたたちの身分証明書ね。じいちゃんも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。シンラのシンラによるシンラのための町だから。シンラ横暴。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い。イラッとする。あと、匂いが独特。匂いは確かにね。でもすぐになるな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ニトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ。私たちの敵はシンラカンパニー。お姉ちゃん、寄っていかない。ウの州と一致してるのはその点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコールが爆発したって。あれって事故じゃないよね。アバランチがやったんだ。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めてない。これで5番マコールも。あれ、クラウド？はぐれちまった。おいおい、
クラウド大丈夫だよね。決まってんだろ、あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。おっと、おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続ける。だろ？そのためにも今は休んでくれ。うん。あ、私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。私の天国が。ルンパの連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナルたちは違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断だね。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？こら、すごいすんな。子供はあっち向いてて。はい、お見合さいでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。
Gone again, fully wrecked at the happy turtle! と頑張るな。この影を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだった。行くぞ。アメユ、ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、ソノン詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また死んだか。死んだめ。シンラにクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、あ、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱、案内するね。急がれたしか、嫌な予感つな。ちょうどいいよ、ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの。そう、ウータンには珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。あ、ジージェだ。ああ、
ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ、うん、待て、追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、あっちだ。先輩、必要なものがあれば町を離れるまで準備して。おい、こっちだ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ。このミュージック、もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで捨ている。言ったら命はないんだろ。なに、王道。わあ、もしかしてジージャもウータ出身。感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。
先輩に連絡を入れましょう。お、いたいた。誰だ。佐藤慎太。戦利を導く。嫌われるぜ。うわ。
解、我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったく、行くぞ。あたつけよ。ちょっと待て先輩。貴様。見えているのがメインピラーだよ。ミッドガルを支える大黒柱だから、奴らが話していた整備場はあの辺りのはずだ。なるほど。急ごう。娘。
さっきの話だが、どの話？アバランチが変わったって話。ああ、彼らは家具が分派と呼ばれていた連中の方が手を組む相手としては好ましい。これはそう。そう、三者の本家の世話になってる。ナヨトちゃんはさ、本当いい人たちなんだよね。そこが問題。ミッドガルいい人。この町がどうなるか知ってる。今度こそ慎重に、無用な戦いは避けたい。わかってるって。抜き足、差し足、忍び足。ナヨトちゃん、ちっ忍び列の怒りはただより壊し、 やっ
接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェン。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時はその腕マテリアハンター。果たしてその正体は。一輪の花、ユミちゃんだよ。おお、ただのガキだ、気にするな。ああ。誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。舞台敵と遭遇、応援を要請する。うそー。ムカデ型か、
撃。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。うん、わっはっはっは。どんなもんだ。早速だけど、これ新ナビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアがある。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ、急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。7番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように、急いだ方がいい。うん、俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。
今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、あ、七番街の噂、ウンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。じゃあ。逃げ足が早いから。ここから離れた方が良さそうだ。このまま駅へ向かおう。亀道楽が私を呼んでいる。
おい。またもや。私はここだ。ナヨたち、ちゃんと逃げたよね。今は人の心配より自分の心配。安いの、揃ってるわよ。やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。よし、じゃあ行きますか。うわ、何これ。現在鉄道は5番マコーロの事故を受け本数を減らして運行しております。また5番街スラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上は行けない。無理してでも乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。酔うのか。立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって？妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。冷戦の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。私は妹じゃない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し。いや、中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹を振りたまえ。さっさと人にも寄っちゃいそう。恐縮です、恐縮です。
シグラカンパニーの方ですよね。次のターゲットは7番だという噂もありますけど、どうでしょう。7番マコロなんですか。おい、そこまでだ。僕ら出て行け。シグラさん、タイヤが来ないのか。エレベーター、あれに乗ってみよう。こいつの出番。待ってくれ。行き先は地下、兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、こんなとばっちりね。タイも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて。風体人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今の風体さんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。いい笑顔。ちょっと！残念。ウータイのネズミさんはあっち。あなたたちには新しい兵器の実験台になってもらう。くそ！絶好のチャンスだったのに。あの女は兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち、何しに来た？先輩、すまない。いいよ。ムカつくのは私も同じ。究極マテリアのとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。